やっぱあれみたいじゃん、ハガレンのさ、死にの扉、うん、死にの扉だっけ、うん、何もないところに扉しかない、アンダーテール、やっとこれでチュートリアル終わった的なこと。はい、ここからが本番ですね。これ第1話巻みたいな。あ、まあ、なんとなく分かった、なんとなく分かった、どんな感じで進んでいくかみたいな、うん、こんな感じで進むんですよ。やばー。で今倒すを選択したけど、別に倒さない方法もあるんですよ。あ、そうそう、どっちでもいい。それでちょっとあれが変わるんだよ。今のフラビーもさ、あれフライって言うんだけど、うん、なんか、あ、自分が死んじゃったね結局みたいな感じになったじゃん、うん、殺さないとあれが変わるんだよね、またね。あ、いう言葉もね。そうそうそう、だからそれはまあ自分で考えていいんだよ。なるほど。そう、だからまあ初見だから、俺の最初のさ、俺が思ったやつで動いてみる、なんかエンドとかを気にせず。あ、全然それでいいと思う。最初、うん、最初はなんかもうエンドとか気にしなくていい、なんか自分の感覚で、あ、うん、こいつ殺そうと思ったら殺していいよ。あああああ、じゃあ行こう。一応この道を沿ってね。そうだね、何があるか分からんから。そう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 。でピューってなるからね。うわー、めっちゃ木が多い。あ、なんだこれ、丈夫そうな枝だ。あ、ムジョルニアかこれ。何ムジョルニアって。え、あの層のハンマー。あ、層のハンマー、選ばれたやつしか持てないこれ。ムジョルニアだろ。こんなところに置いてあるんだ。あ、レベル5になってるよ。あ、バタースコッチパイあるじゃん。あ、ほんとだ。あ、全回復すんのこれ。うわー、マジか。じゃあさっきの戦闘で使ってねってことだったのかもね。ああ、そうだね、いいんじゃない。でも後半棒切れはさ、うん、棒切れ持たせたらナイフじゃなくなるってことじゃないかな。どっちが強いか見とくか。でもゼロだよこれ。うわ、雑魚。いいんじゃないこれは別に。じゃあいつかこのムジョルニア取れるように頑張ろう。おUFO の音みたい。あ、なんか今、なんかさ、左になんか今、ん、やばい、なんか 音が音が怪しくなってきた。音が上がってるね。マジ、これ大丈夫、落ちない。じゃあちょっとそうそう、ちょっとはい、オッケーオッケー。戻る、何、あ、動けない。うわ、キモ。え、おい人間、初めて会うのに挨拶もなしか。こっちを向いて握手しろ。丸？丸？手出してる。丸押してる今。お、骸骨じゃん。本当だ。あ、引っかかったな。手にブーブークッションを仕掛けといたんだ。なんだこいつ。お約束のギャグだよ。それはそうと、あんた人間だろ。母ウケるな。なんだ？オイラはサンズ、見ての通りスケルトンさ。人間が来ないかここに見張ってろって言われてんだ。つってもオイラ的には人間を捕まえるかどうかどうでもいいんだけどね。でも弟のパピルスは筋金入りの人間ハンターだぜ。あ、噂をすればパピルスが来たっぽいな。あ、そうだ、とりあえずこのゲートっぽいのくぐれ。こいつ好きだな。普通に通れるだろ、パピルスが作ったんだけど意味ないよな。悔しくないの？弟の方がさ、人間ハンターうまいんでしょ。悔しくねえのかよ。弟がデモンも作ったんでしょ。こいつどんだけいいやつなんだよ。そのちょうどいい形のランプに隠れてくれ。え、こいついいやつじゃん絶対。よーパピルス。よーではない。パピルスを調整しよう。え、読みにくいこれ。パズルを調整しておくようにと8日前に言いつけたのに、いまだに何もせず勝手に持ち場を離れてフラフラと。こんなところで何をしているの。そのランプを見てろ、いいランプだろ、お前も見ろよ。そんな暇はない。人間がここを通ったらどうする。人間の襲来に備えるのだ。そして必ずこのパピルス様が人間を捕まえてやるのだ。あ、そうすればこの偉大なるパピルス様の望みは全て叶う。人気者になって尊敬されて、ついに憧れのロイヤルガードになって、そしてみんなにお友達になってって言われちゃったりして、毎日ラブラブ光線浴びまくるのだ。そんなら急に横になるなよ。違う、あいつの盾がおかしいって。おかしいよな。このランプに相談してるのがいいかもな。ちょっと適当なことを言わないでよ、この腐りスケルトンめ。毎日何もせずに骨クソほじくってばっかりのくせに、そんなにそんなだと偉い人になれないんだぞ。いやいや、こう見えてもトントン拍子に出世してるんだぜ、スケルトンだけにな。サメ。
またまた顔が笑ってるぜ。知ってる、悔しいけど、はあ、なぜ俺様のほどの偉大なスケルトンが人気者になるのに、あ、こんな苦労をしてなくてはいけないのか。パフィルス、たまには肩の力抜けよ。それが本当の骨休めなんつってな。うわー、もういい、俺様は自分のパズルの管理で忙しいんだ。まったく、兄ちゃんは本当に骨の髄までなわけ者だな。にゃはははははは、はあ、なんだ今ねえ、なんだ今のよし、もう出てきていいぜ。骨の形してるやつって逆言うの？そうだね、あいつも言うじゃん。どいつ？パンツ見せてもらってもいいですか？あ、ブルックだ。ブルックだ。そうなんじゃない、あいつは話しかけないね。絶対さ、弟と兄ちゃんの立ち位置逆じゃない？こいつ兄ちゃんなんでしょ？いや、こいつ弟だよ。あ、こいつが弟なんか。うん、そう、こいつ兄ちゃんじゃないんだ。こいつが、あれ？あいつ、あ、こいつが兄ちゃんか。そうだよね。こいつが兄ちゃんだ。絶対逆でしょ。で、パピルスが弟だ、ね。弟でしょ。そう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 。弟生き生きしてんな。お兄ちゃんの方がちょっと余裕を持ってる、ね。うん。なるほどな。早く行かないとパピルスが戻ってきたら、そうしたら、俺らのキレッキレのジャレがまた再び炸裂するぜ。じゃあ行こうか。この上は何なんだろう。話しかけよう。警備員の詰め所のようだ。おお、誰もいないじゃん。意味ないじゃん。なぜかケチャップとマスタードとピクルスが置いてある。絶対ホットドッグとか食ってたやつじゃん。こいつ味方じゃないの？いいやつだったじゃん、あいつ。こいつ味方だね。すげえいいやつじゃん。なあ、ちょっと一つ頼んでもいいか。ここ最近パピルスはずっと落ち込んでる。うん、あいつの夢は人間に会うことだから、あんた会ってやってくれよ。うん、大丈夫、パピルスは実はそんなに危険なやつじゃない。頑張って強そうなふりしてるだけだ。うん、サワケンみたいだね。なんかさ、あれだね。お兄ちゃん感今出てきたね。お兄ちゃん感出てきたね。だから一つよろしく頼むぜ。オイラはこの先で待ってる。余裕を持ってんだよから、兄ちゃんは。だし、弟の方がさ、モテたいぜ、友達欲しいぜって言うけど、お兄ちゃんの方がなんか余裕あるね、そこら辺もね。そうそう、いい兄弟だね。セービングポイント、セーブ。なんかもう94分経ってますけど。すげえ。あの右なんだろう、どっちから行く？なんか調べたらそれ。あ、これ調べるか。宝箱。異次元ボックスを使う。あ、これあれだ。なんかアイテム預けたらいけん。おー。で、多分同じ。あ、なんかあるね。丈夫な手袋。うん、それは引っ張ったら。棒切りいらなくない？棒切りいらないね。これでいいか。うん、で、手袋をさ装備するか。お、威力5だ。アタック5。いいんじゃないこれ、装備で。うん、これでいいね。ユーズ。はい。え、これでさ、ナイフ外れた、もしかして。どうなったんだろう、ちょっと見てみればいい、ね、あ、ナイフ外れた。じゃあナイフ入れるか。あ、そうだね。すげえ、なんかちゃんとゲームやってんじゃん。その道具の管理するあたりちゃんとゲームやってんじゃん。だっていらねえじゃん、もうこれ。はいはいはい、オッケー。どうしよっか、この看板は。看板読む、多分これの説明でしょ。ああ、なるほどね、そういうことか。あ、どっち行く？上から行くか。上から行こうか。弟先行ったんだろ。お、うん、釣りできる。お、釣りする？釣り竿が地面に突き刺さってる。はい、釣り糸巻いてみる。巻こう、やってみよう。釣り針には変な顔したモンスターの写真が引っかかってる。なんだと？電話ください、これが僕の番号です。あ、釣られたね。釣られた。電話するのやめといた。釣りをしたら釣られた。うまいこと言ったね。あの骸骨のせいだよ、絶対。今うまいこと言ったね、今ね。あの骸骨のせいで。開いたよ。お、来た。パピルス。そしたらさ、アンダインがさ。今見たよね、今こっち。こいつら好きだな。あれ、これ動ける、動けない。今見合ってる。なんだ。かわいい、こいつら。兄ちゃん、あれって、ひょっとして人間。いや、あれは岩だ。なんだ、見ろよ、岩の前になんか立ってるぜ。あれって人間？うん、信じらんない。兄ちゃん、俺様はついにやったよ。案内員に褒められる。これで俺様は人気者、友達いっぱい。おん、おい人間、ここは通さんぞ。偉大なるパピルス様が阻止してやるからな。貴様を捕らえて都に連れて行って、そして
あとは知らないけど、とにかく貴様は覚悟しろ。いやははははは、うまくいったな。うまくいったの。うまくいったんだ今。そうなんだ。失敗すんだ。悪いようにはしないぞ、俺らに任しとけよ。へえ、でもいい兄ちゃんだね。ね、可愛いね、あいつらね。何出た。うわ、何これ、お笑い蝶がパタパタ飛んできた。え、でもなんかあのおばあちゃん倒してからめっちゃ HP 上がったね。あ、本当だ。なんか25くらいだったもんね。28とかだったもんね。戦おうか。どんどん倒してた方がやりやすいかもね、後半が、うん、倒すか。じゃあだってあんチュートリアルであんな苦労したんだね。そうだね。なんで今の、なんか、ま、マカロニプリーズチーズ。ああ、でもこれ、あ、で、よかった。え、これなんか今ダメージ、さっきさ、うん、丸ボタン押せって書いてあったよね。あ、本当に。こうやってほら、あ、武器変わったんだ。あ、そういうことか。そう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 。だからナイフみたいな攻撃じゃなくて、多分なんか丸を何回か押すんじゃない。連打かな、確か連打する。じゃあ次連打してみるよ、うん、あ、ほらほらほら、おえー、多分連打で変わるんだね、威力がね。あー、したら危ない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 。あ、やべ、上上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 、うん、だ連打すりゃいいんだ。おえー、つぜ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 。あ、なんかだいぶ楽になったね、それで。うん、ほらレベル、あ、ラブも、あ、ラブね、ラブも上がった。はい、オッケー。あ、そう、あれを調べなきゃいけないね。ダンボールにナレーションが書いてある。何？貴様は思った、これは立派な見張り小屋だと。貴様は思う、一体誰が作ったのか。きっとあの有名なロイヤルガードの男に違いない。チュウ、まだ有名なロイヤルガードにはなっていないけどね。はあ、こういう謎のね、空気にさせるような。俺らがリアクションに困るようなね、ことをね、ネタをね、めっちゃ放り込んでくると。動くな、絶対。お、動くけどね。ああ、なんか動いたか、気のせいか。え、バカすぎん。俺はよ、動いてるもんしか見えんのよ。バカすぎる。動いたもんには容赦しねえ。そう、例えば人間とかな。二度と動けねえようにしてやるぜ。あ、見えてた。ワンボーに行く手をはさ、あー、塞がれた。なん、解決ゾロリやん、こいつ。解決ゾロリだろ。確かに。あ、ゾロリ上、半分なんか出てくれ。そう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 。待って、解決ゾロリって言って何人が通じるんだろうね。今だ、あ、いや、やってんだっけ、本出してんだっけ。出してるか。でも、今、大学生って言ってる人たちには通じるはずだよ。あ、本当に？うん。あ、そうなんだ。通じると思って、思いたい。俺がだって小学校の時だよ。あれ、てかさ、すげえペースでレベル上がんなくね、上がってね。さっきだってさ、レベル5だったのに今レベル6になって体力。さっき倒してラブ上がってたから。すげえペースで上がるじゃん。上がるね。これチュートリアルだけあんなに上がんなかったのなのかな。てかそれか、さっきの時が強かったんじゃない。おらおら。でもこれめっちゃ食らうね、パンチにしたら。しみたりとも動くな。ああー、そういうことかよ。違うんすよ。あの青い、今青かったじゃん、うん、青いやつって動かないと当たんないんだよ。そうなの。そう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 。なんだ、動いちゃった。そうだから青い攻撃は動かなければ当たんないから。あ、そうなんだ。じゃあ、あいつの言うこと聞いてりゃよかったんだ。うん、結構正直に、あ、なんか大変だね、正直に聞くところと、ちゃんとなんか無視して動いた方がいいみたいな。大変だわ、はい、あれなんかある、見てみようか。なんもなかった。あ、チーンって押せるだけかい。チーンって押せるだけだった。あ、骨だ骨だ。骨こじゃーき決めた後は何だと、うん、あれだ。おい、よ、一つ大事なことを教えとくぜ。おい、はい、パピリスはスペシャル攻撃を使ってくれ。おい、青い攻撃が来た時は動かなければダメージ動けない。これさっきのやつだね。うん、そうだね。覚えやすいように説明するな。おい、信号が赤になったらみんな止まるだろう。おい、信号が赤になったら止まれだけど、青が止まれだと思え。ちょっとむしろわかんない。わかりづらくなったや。なあ、簡単だろ。バトル中は青が止まれだぜ。黄色で書くなしだから。だから要は青になったら、あ、動けない。あ、これあれじゃん、氷のやつだ。止まれない。レジアイスがいるところじゃん、これ。あれ、レジアイスがいるところってこんなんだったっけ。こんなじゃなかった。こんなんだったっけ。あ、違う、岩の位置関係でさ、それあれだよ、レジギガス。レジギガス、あ、レジギガスだっけ。レジギガスがいるところじゃない。レジギガスでもあった気がする。なんかダイヤモンドバールでしょ。そうそうそう、あったよね。それは北氷、南氷、西氷、どこも行っても同じだよ。あの、東だけ氷じゃないよってこと。あ、そういうことか。東ってどっちだ。右か。あ、ってるよね。そうだよね、うん、あ、なんかほら、あ、と氷、なんか なんとかの町で。じゃあこっちは氷じゃないよって言ってんのね。そうだね。じゃあこっち行くよ。おい、兄ちゃん怠け者だ。おい、一晩中昼寝をしてたし、
それは昼寝じゃなくて普通に寝てただけ。かわいい。またそうやって言い訳ばっかり。あ、気づいた。うひょ、人間がやってきたぞ。ここは父さん、我が兄と共にパズルを仕掛けてやった。このパズルはなかなかショッキングだ。何しろその名も透明ビリビリ迷路。この迷路の壁に触れるとこのオーブから強力な電撃が発生する。どうだ、素晴らしいだろう。もっとも貴様にとってこれは悪夢の始まり。余裕をかましてられるのも今のうちだ。はーい、それじゃあ始め。どうすりゃいいんだこれ。どうすりゃいいんだこれ。おお、お前が、おい、違う、は違う。ちょっと兄ちゃん何やらかしたの。そのオーブ人間が持たないと意味ないんじゃないの。ああ、そっか。あ、なるほどね。オーブを俺らが持ってなきゃいけないのに、あいつ自身が持ってたから。ダサすぎる。あ、そっか。あ、そっかじゃ。それ見た後、持つわけねえだろ。うわ、しかもなんか、しかもなんか。教えてくれた。はい、はじめ。はい。あ、これの通りに行けんねん。下か。右。はい。すごい、おのれ、ちょこざいな。こんなにあっさりクリアするとは。まあよい。バカすぎる。次のパズルはそうはいくまい。何しろ我が兄サンズの作品だからな。貴様間違いなく途方に暮れる。俺なら間違いなく途方に暮れる。にゃははは。かわいいね、こいつ。話しかけてみよう。ありがとうな、おかげのやつ。優しいじゃん。すげえ弟思いじゃんね。すげえ優しいじゃん。そうそう、パピルスが着てるコスチュームだけど2週間前にコスプレパーティー用に作ったんだ。それ以来ずっとあれしか着てなくてさ、本人曰く戦闘用ボディーらしいんだけど、ほんとパピルスってイケてるよな。めっちゃ優しいじゃん。この兄弟愛でさ、泣きそうになる、うん、俺は。あ、泣きそうになる。いい兄弟だね。でも大体もう予想できるでしょ。このあと、ただ殺すか殺さないかの選択を迫られる。やだよ、もうこれ殺さねえよ。こいついいやつじゃん、バビルス。おかしいな、なんで全然売れないかな。冷たいスイーツを食べるにはうってつけの気候なのに。お、お客さんだ。いらっしゃい、ナイスクリームお一ついかが。ゴールドいっぱいあるね。いくらなんだろう。舌にひんやり、心はほっこり、美味しいフローズンスイーツだよ。今だけたったの15ゴールド。15なら買ってもいいけどね。じゃあ買っとくか。でも結構あれだもんね、回復使っちゃったもんね。うん、ナイスクリームを手に入れた。見とくか。あ、15回復。あ、でもまあいいね、うん、はい、渡ろう。おい、あの雪だるまとか調べなくていいよね。うん、いいけど多分それ使うんじゃないかな、なんかに。これ、うん、パズルに。あ、ちょっとこれめんどくさいやつだ。え、めんど。え、これ下になんかそれをどっかにはめないと。ああ、そういうことか。あのボール運ばないといけないのか。え、どこに。え、あのボールだよ。どこに。さっき蹴ったボール、うん、なんかどっかにはめないといけないんじゃない。ほら、 あ、 これあそことか。あ、そうだね、めんどっちいな。くそめんどくせえな。はい、やってやって。なんでこれまっすぐ飛ばないの。あ、 下か。なんでまっすぐ飛ばないのこれ。斜めに、斜めに蹴る。ちっちゃくなってない。あ、だんだんちっちゃくなってる。だんだんちっちゃくなってない。あ、あ、消えちゃった。え、消えちゃった。あ、降ってきた。あ、ねえ、これ制限時間ありかよ、ね、早く言えよ。はい、斜めに蹴ろう。もあ、やばいやばい、あ、やばいやばい、早く。あ、やばいやばいやばい、くそ、やばい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 、やばい。え、これむずいな、地味に。これ一人でも結構しんねえ。ちょっと待って、はい、やばいやばいやばい。あ、いけるいけるじゃん、いけるじゃん、いけるじゃん。おやった。やった、立った。え、それで自由を奪われても筆を走らせてボールに終止符を打つ。2ゴールドです。マジで、マジやんなくてもよかったんじゃねえ。そしたらこれあるし、もう一回。なんか右にさ、今お兄ちゃんいたよね。お兄ちゃんいた。あ、そっちか。おいらもおやつビジネス始めてみたよ。フライドスノー5ゴールドポッキリだ。ください、いらない。ください。おいら5ゴールドって言った。50ゴールド。え、いらないよ。じゃあバカか。だよな。それでもまだ安すぎた。そうなの。ぼったくりやん。あ、またなんか敵出てきそうだね。ダーリー。何、次こちら。ハニー。え、匂いの危険レベル。雪の匂い、雪だるま。え、危険レベル白、時々黄色になることも。なんだこれ。
怪しくない匂い、子犬、危険レベル青、地面を転がる匂い、変な匂い、人間、危険レベル緑、絶対に始末するほど。緑って書いてあるんだな、赤色だったけど今ね。これいいのかな、無視して、無視していいの、何も反応ない ね。じゃあいいのか。え、これどこに進んだらいいんだ、下、あ、右か、ここにもボールあるんじゃん。で、あ、おい人間、確保はできてるだろうな。兄ちゃん、パズルはどこ。そこにあるだろう、地面に。大丈夫、こいつを突破できるやつはいないぜ。あれを拾えってこと。そういうこと。モンスターキッズ文字探し、やあみんな、隠れた言葉を見つけられるかな。あ、そういうことね、うん、動かない、何も。え、あ、これどうしたらいいんだ、これ何も反応しない、反応しない、うん、下と右押してる、上も左もで丸押すと戻っちゃう。あ、じゃあいいんじゃない、さ、話しかけてみたら。こいつらに兄ちゃん素通りされちゃったよ。なんだよ、何も起きないんだもん。あれ、やっぱり今日の新聞のクロスワードの方が良かったかな。何、クロスワード、聞き捨てならないす、出現だ。俺様に言わせれば、お子様チャレンジのパズルより難しいものはない。え、お前本気で言ってんのか、あんなの赤ん坊用だ。よくも言ったな。おい人間、人貴様はどう思う。お子様とクロスワードどっちが難しいか。どっちですか。いや、お子様にしとこうぜ。あ、いいよ。あ、お子、あー、ちょっと弟に肩入れしとくか。あ、そうだね、弟がお子様の方がむずいってたもんね。言ってる、ちょっと弟に肩入れしとこう、うるせえから。はあ、はあ、やはりな、人間はかなり賢いようだ。お子様チャレンジの方が難しいと答えはそれが何よりの証拠。にゃー、はあ、はあ。どうせまたこいつ、ありがとうなって言いました。絶対言うわ。さっきはお子様チャレンジで。本当だ、ほらほらほら、だってさ、そうだもん、これだって別に兄はそんな意地張ってないのよ。そうだね、確かに。パピルスのやつ、昨日は星占いを解こうとしたんだぜ。かわいい、かわいいね。結構ね、女の子にね、人気なのよ、このゲームが。そうなんだ、うん、なんかわかる気がしますか。うん、なんかこの兄弟はかわいい、あのほんのりする感じが。そう思ったら決意がみなぎった。セーブ、ウィー、もう100分もやってるんだ、やば。で、今ちょっと待って、時間どんぐらいかな。あ、40分だ。ちょっと一旦ここでまた切りますか。じゃあそうしましょう。